立命館主山中学校、高等学校。立命館主山中学校、高等学校。立命館森山中学校、高等学校。立命館森山ジュニアシニアハイスクールは、滋賀県森山市宮家町に所在する、私立中学校、高等学校。通称は、立種、立森。立命館森山高等学校は、 森山市立森山女子高等学校を森山市から学校法人立命館に設置者を移管する形で開校された。公立学校が私立学校に転換される事例はほとんどないことであるが、転換前の森山女子高校は私立学校であるにもかかわらず生徒の大半が市外から通学していた点、定員割れが続いていた点、毎年約5億円の経費に加えて老朽化した。 校舎の改築が必要であった点などを抱えており、これらの問題が経営移管を進めるきっかけとなった。森山市と立命館が交渉を進める中、学校経営移管について学校内部関係者に公表、説明される以前に一部マスコミに情報が流れた。そのため、一部の生徒や教職員、PTA などから批判が上がり、一部市民による 反対運動も展開されるなどの事態が生じたが、開校が近づくにつれ沈静化した反対団体が森山市に監査受けを行ったが却下されている。地元商店街では開校を祝うペナントも掲げられ、平安女学院大学撤退後、地元関係者らは町の活性化に期待を寄せた。移行期には女子校からの生徒と立命館となってからの生徒が混在ていたが、 クラブ活動や生徒会、学校行事等は、学校全体で行われていたほか、女子校の最後の生徒として2006年3月に、卒業した3年生には、大学側が、就職希望者への支援を行い、就職率100%を達成した。なお、高校移転と中学校開校を控えていた、旧平安女学院大学森山キャンパスについては、同大学の学生が、 平安女学院大学琵琶湖森山キャンパス修学券確認訴訟を起こし平安女学院を訴えているその中でごく一部の者が平安女学院のキャンパス跡地利用問題と絡めて立命館への批判も強めていたが最高裁において不受理決定となりこの訴訟は終了している立命館の一貫教育の優位性を最大限活かし立命館大学 実名館アジア太平洋大学への進学を視野に入れて学ぶコース。1、2年時は文系、理系分野を織り交ぜて学習する。1年時の科学探究 I や2年時の科学探究2、キャリア探究 I、3年時の AP 科目、大学の単位を先取り取得する科目などが用意されている。高校3年時に将来の進路に応じて人文、社会系、 国際系、理系 I、サイエンス、理系2、アドバンストサイエンスの4つのプログラムを選択する。医学部、私学部といった、医学系分野や理数、自然科学分野など理科系分野の難関大学進学を目指すコース。市外科大学との連携により、医療人や高度研究者に求められる素養を豊かに、無ことを目指している。AMC 生は、シアトル、シカゴ、 タスマニア、シドニー、バンクーバー、バンコクの5コースから選択する。シアトル、シカゴコースではホームステイと共に、証券取引所見学やマクドナルドの民間企業での短期インターンシップを体験する。タスマニアコースはホームステイと共に、水環境に関する研究を現地学生と共に行う。シドニー、バンクーバーコースはホームステイを中心に異文化理解を深める。 博物館見学などを行う。バンコクコースは NPO 法人ハビタットフォー o ューマニティと共同で他の貧困層が居住するための家を建設するボランティアに参加する。FSC 制はベトナム研修を行う。ここでは学生交流や保育所見学等を行う。高校3年生の授業、国際貢献、国際ボランティア活動を含む海外研修、 環境問題への取り組みなどが評価され、2012年にユネスコスクールとしての認定を受けている。環境委員会、生活委員会によるエコキャップ運動やユネスコ委員会、学校有志の JICA 国際教育セミナーへの参加、募金活動、模擬国連演習、エッセイコンテスト出品などに積極的に取り組んでいる。2014年度現在では実施されていない。 日常で感じる疑問や水環境について森山氏が琵琶湖沿岸に位置することから生徒の自主性によってなされる取り組み。課題研究の高等版のようなもの。研究内容は自然科学に限定されない。略称 SG2009 年度はサイエンスリサーチという名目で2年生のみに実施された。卒業論文、高三文系、理科課題研究。 高際 ATB 理系等の授業や海外研修の報告プレゼンテーションを生徒が行う。森山市、三崎町自治会、京都大学生存基盤科学研究ユニットと共同で森山市を流れる大川の水質浄化や環境保全、河川環境を活用した街づくりに取り組むプロジェクト。クラブ活動の一つであるサイテック部が主となって取り組んでいる。 水質調査分析や水質浄化実験を行い、学外のフォーラムで発表をしている。メディアなどでも取り上げられている。サイテック部が取り組んでいるほか、2年次選択科目の一つである工学探究でも取り組んでいる。ロボットの組み立てや制御するためのプログラミングを行う。過去にはロボカップレスキューチャレンジ世界大会にも出場した実績もあり。 世界大会での最高成績は2位。サイテック部が取り組んでいるほか、ロボットの組み立てや制御するためのプログラミングを行いサッカーをさせている。また2017年度のロボカップジュニア世界大会にて、高校サイテック部からなるチームリ、ワンナノが世界大会準優勝。去年は同じく高校生のチームレジェンドが世界大会第3位という成果を挙げており、今後が期待されている。 立命館森山高等学校が主催となって、シンガポールやタイ、アメリカ合衆国等の水環境に関する研究を行う学生を招待して行う研究活動交流会。2014年度から開始される予定の新たな取り組みで、琵琶湖古城実習や琵琶湖博物館見学等が含まれている。いわゆる文化祭で9月下旬か10月上旬に開催される。 高校では3年時に隣接する森山市民ホールでの本格的な演劇を行い、それに向け1年2年生は教室劇等を行う。中学では1年生は2014年度から導入された iPad を使用した琵琶湖学習2年生は APU 立命館アジア太平洋大学での宿泊研修などを通した平和学習3年生は ニュージーランド海外研修でのホストファミリーエスポスターを展示する。また、中学3年生は中庭ステージで観客をも巻き込む圧巻のパフォーマンスショー、劇を披露する。それと同時に森山市民ホールでは中高吹奏楽部、バトントワリング部が軽快な演奏、バトントワリングを繰り広げる。企画、運営。 外部との交渉等を含めてほぼすべて生徒会執行部のみで行っている。2014年度のアスナロ祭りでは目標としていた来場者数1万人超えを達成した。また2017年度のアスナロ祭りは目標の来場者数1万2千を大きく超え1万3千人を記録した。森山市近郊の福祉施設や保育施設を訪問し実習活動を行う。 二年次の選択科目。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。